だからさ、めっちゃ押しつぶされたんだけど。はい、こんにちは、くんです。ということで、今回は、岩盤だけの世界でサバイバルやっていきます。テクスチャ全部岩盤サバイバル。はい。すべてのね、この、まあ、全部岩盤だと何もできずに終わるので、すべてのテクスチャを岩盤にします。つまり何が何だか見分けがつきません。まあ、持てば、壊して持ったら見分けがつくけど、掘るまでは何が何だか見分けがつかない世界です。地獄ですね。はい、どうやって鉄を集めるのかわかりませんって感じですね。はい、ということで、亀下くん、やってもらいましょうか。では、亀パワー。やっば!なにこれ?え、ちょっと待って、あのさ、色おかしくない?なんかこれ。なんかさ、緑がかってない?なんか全部。なんか、そういうこと?これ。キモ!バイオームの色だと思う。あー。なんか2色おかしくなってる。あのさ、地面やばくなってない?地面みんな。みんな地面見て、地面。他人の歩いてる地面おかしい。上見て。いや、これはすごいな。これさ、掘ったら全部岩盤だけになるってこと?全部岩盤ですね、これ、掘ったら。水やばい。もしかしてさ、これ水?うわ、やばおいおいおい、やばいぞ、これ。インベントリーのレシピも全部岩盤。おい、羊、これ。羊、すごいことになってるよ。めちゃくちゃ気持ち悪い、この羊。キモ。うわ!水の中やばいよ。水の中なんか岩盤がなんかポン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 って湧いてくる。水の中やばい。すげえな、これは。これはすごい世界だ。くん。なにこれ?おい、変なのいる。ちょ。雨やばい。雨どうなってる?なんかすげえ雨なにこれキモすぎる見えない何も見えないんだけど雨おーい誰かちょっとゲリラ豪雨ってレベルじゃないこれなんとかこれ雨がない状態にしないと木の下に逃げてあとトシいたトシとりあえずここは安全かすごいな、この岩盤だけの世界。何にも見えない。ちょっとスペクテーターでちょっと見てみます。いや、スペクテーターにしても何も見えんわ。ちょっと一時的にウェザークリアします。これやばいな。この世の終わりって感じだな、これ。これ全部これか。すごいな。いかれてる、これ。海すごいっすよ、なんか。海すごいっす。海行かれてる。何これ?あ、ここやばいわ、これ。村人さんの解像度が終わってるんですけど。昔のゲームっぽい。わかる。昔のゲーム感ある。砂漠がやばい、多分。バイオームの色みたいなのが存在、なんすか、これ。あ、チェストだけ。チェストまともだ。これさ、全部土も全部これ。なんかチェストおかしくない?これ。これダートか。殴ってみて音で判断って感じ?刺さった矢も岩盤。これ鉄どうやって見つけたらいいの?いや、見つけれない。全部掘るしかない、鉄も。気合で探すしかないね。ちょっと冒険行こう。はい、冒険行きまーす。こっち行きまーす。多分影も全部岩盤になってるっぽい。こんなん会えるか。岩盤フィッシュいる、岩盤フィッシュいる、なんか。キモ。おー。これはすげえな。
って俺はこれ何を持ってんだ、小麦の種持ってんのか、イカやばい、うーわ何これ、イカしましまじゃねえ、なんか俺毒あるぞこれ絶対このイカ、あのさ なんかさ変な墨出して死んだ蚊の足みたい、あわかる、標本だこなんかあっちに村ある、村ある、村行こう、あの影もしっかり看板です。お、これドア、ドアどこ、ドア見えない、ドア見えない、ドアなんだかわかんねえ、出ました村人です、あのゴーレムだけ無事、ちなみにこれがベッドか、これベッドだ、ベッド廃墟感すごいな、あはい、また雨来そうです、もう砂漠だから安全、砂漠だよなここ多分、うん、砂漠だ砂漠、やばい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 、ここ猫いる、なんじゃこりゃ、こっちの方まで行ってみるか、地獄になってる、いやなんかもうなんかこれ地獄って感じしない、ここ、この景色これ地獄やん、もう行く先ずっと岩盤だよ、何これ、これ何この緑色の、え、なんか出してる、ふわふわ出してる、なんかこれ何これ、新レシピ解禁とか言ってるけどなんだかわかんねえんだよ、また村か、砂漠の村っぽいな、やべえ、なんかEキーを押してもなんか何がなんだかわからんえ、待って、あれがサボテン、もしかしてこのたまに立ってるやつ、これおい、サボテンダメージわかんねえよこれ、たまにダメージ食らう柱があるみたいな感じ、すごいな、あれなんかジャングル普通じゃね、なんかあっちのなんか全然普通のジャングルある、ん、もしかして色が戻ってる、ここおい、なんかすごいことになってる、なんか見てみて、ここやばい、これ何これ、なんか石の壁みたいなのできてるぞ、なんだよこれ、石の壁できてる、バリア張ってる、なんか入ってみるか、突入、いやー全くわかんねえこれ、いやそんなことねえな、これ緑がかってるだけだ、ジャングルが、雨風しのがないと、ジャングルの中はでも安全だよ、木の中は、これさネザー行ってみたくね、ネザーどうなってんだろうな一体、くん来て、え、なにこれ、ああなるほど、まあまあそういうことか、わかった、トシトシちょっと来い、これだ、これ溶岩だこのなんかテクスチャ欠損してるやつ、溶岩欠損してる、テクスチャが、鉄見つけられん、バケツ作れる、銀バケツ作れるらしいよ、鉄見つけたんじゃない、鉄装備作った、はぁ、ふざけんてめえ、じゃあ鉄のバケツ作った人とどうする、これだから溶岩の場所がな、だいぶ離れてるよここと、まあ、水もあるけど一応ここ集合にするの、座標共有して、タコワさんここの座標打って、099の方ね、ここ基地にして、ここでネザーゲート作るか、まあ、一応ベッド置いたからここ基地にできるよ、12466830集合、ベッド置いてあるからここ基地にするから、基本的な、ここに溶岩あるから、ここにバケツを持ってきてネザーに行こう、ここをキャンプ地とする、はい、作業台作ったよ、作業台に見えないけど、はい、チェストね、あ、チェスト2つに変えたらチェストになる、ちゃんといいね、松明も置いときます、とりあえずあるものこの中に突っ込んで、鉄見つけた、いいね、よく見つけれるな鉄なんて、ふん来て、何、はい、な、なに、この水は何、これなんか変なのある、
いや明らか溶岩だろこれ。これ明らか溶岩だろ。あ、トシは何をしてんのこれ。かまどかこれ。何をしてるのかと思えば、あ、いいね、拠点作ってる。鉄焼いてる。いや鉄焼いてるように見えねえんだよなあんまり。ちょっと丸石取るか。え、これ全然わかんなくないこれ。金属どれとか適当に掘ってるしかないってこと。これもう地獄かなこれ。掘りまくる無理あるだろこれ。くん来て。ん？これこれは一体どうなってんのこれ。これ一体なんだ。まあ気にせず。何してんのこれ。なんか仲いる。お前らなんか新しい新天地行けよ早く。なんでここでこうたむろってんのここで。なんか燃えてね燃えてね。なんか燃えてね。なんかこれ燃えてるよね明らかに。おかしいおかしい様子が。なんかピンク色になってる。でさ、燃えてるさ、やつもさ、なんか、あの、テクスチャがさ、岩盤だからさ、あの、バグってるんだよね、なんか、完全に。完全にバグってる。うわ、やべえ、燃えたらやばい、燃えたらやばい、燃えたらやばいよ、これ。燃えたらなんか画面の下がなんか、岩盤になる。いかれてんな。で、トシ君。あ、トシ君、やれてる。頑張れ、トシ。ちょ、タコワサ邪魔だ、それ。え、これさ、めっちゃわかんなくない？トシ君よくできるね、これ。めちゃくちゃじゃんだって、それ。なんだかわかんないよ。頭おかしなる。オッケー、これでいけたんじゃね？着火剤は？火打ち石が、火打ち石ある人。よし。イニン君。イニン頼む。あげてくれ、そこ。イリン、ここなんだ、ここ。実は。この、金玉が叩いてるところ。金玉が殴ってるところ。そう、金玉のところを火打ちして叩いて。イリン。おい。デポンにあげた。あ？いいよ、デポン、じゃあ。はい？何してんの、デポン。デポン？火打ち石カチってやって。ここ。で、デポンって火打ち石の使い方もしかしてわかんない？内金がない。あ、鉄がないってこと？都市があるよ。都市からもらって。落ちるなよ、溶岩に。間違っても。デポンの50人クラフト始まって以来の大仕事だぞ、これ。あ、え？え、あの、なんか、あの、紫色の岩盤が吸い込まれてってんだけど。うわあ、うわあ、やっちまったなあ。これはひどい。あ、すげえな。いや、なんか、ねえさ、なんか本当の地獄ってこんな感じじゃない？多分。知らんけど。なんか、カラフルな赤い地獄じゃなくて、こっちの方がよっぽど地獄って感じする。なんか地獄の住人たちも地獄って感じだよ。エンドラ見てみたい。あー、出してみる、エンドラ。出してみるか。エンドラ、サモンしてみる。あ、エンド行こうよ。あ、確かに。よし、エンド行くぞ、エンド。亀坂くん、クリエでいいからエンド作って。なんでイカをハイハトいじめしてんの？イカオくんがなんかいじめしてる。これさ、作んのむずくね？若干。エンド。エンド作るの若干だるそう。内側から円を描くように置いていけばいける。あー、なるほど。ピコンって言ってる。3、2、1。あのさ、様子おかしくない？めっちゃ様子おかしい。なんか水色のなんか謎の、何これ、氷張ってある。行くぞ。え、あのさ、このエンドもしかして、あのさ、このエンドもしかして使ったエンドじゃね？攻略済みのエンドそのままだわ。あの、エンダーマンやばすぎる。
まあとりあえずエンダードラゴン出そうぜ。あ、出た。あのエンダードラゴンバグってるバグってるバグってる。え、なんかやばいやばい、なんかクリスタルから変な、なんかさ、アンビリカルケーブルみたいなの出てるよ。なんかエヴァのアンビリカルケーブル、これ切断されたら3分間で死ぬぞ。これ殺すまでやってみるか。エンドラブレスのせいで全体像が見えない。確かに、しかもうるさい。あ、上飛んでるやついる、かっこいい。おお、すごいな、かっこいいぞ割とエンダードラゴン。なんか奥全部岩盤になってる、テクスチャーベタバリの。あれ飛んでった。一体殺そうぜエンドラ。なんか爆発するところ見たくね。全員クリエにするからこのエンドラぶっ殺そう。はい、やばい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 、紫色のやばい、これ地獄じゃんこの紫のやつ。どうしたら死ぬんだこれ。あ、 TNT か今の。死なねえぞこれ。ええ、なんかさ、も潜ってってない、なんかエンドラの HP も岩盤並みってことですか。え、そんなバカな、潜ってって全然わからん HP も。ああ、ちゃんと紫色なんだそこは。なんか神秘的なんだけど、なんか真っ白になって、ああ岩盤になってった。なるほど、はい。ということで岩盤だけの世界でした。なんか別のゲームみたいだねこれ。ジジ、なかなか面白かったです。バグったマイクラやってる感じする。遺跡の焼け野原って感じになってるハブが。長月これなんかブリじゃなくなってるよこれ。これ何、これブリじゃなくなってる、ほらこれ石になってるよ、この魚石になってる、ブリじゃなくて。はい、じじ。